はい、やってまいりました。水溜りボンドの音楽ボーイ4月入りました。桜が満開ですね。満開ですね。先週に引き続き、マティーナドラマ対談です。よろしくお願いします。改めてじゃあ自己紹介をお願いします。はい、マティーナ・エゼキュエルドラム・ミカゲです。はい、よろしくお願いします。はい、マティーナ、シンドローム、シオンでした。でした。よろしくお願いします。現在は第2位タクマです。タクマと申します。はい、お願いします。そして、はい、元マティーナ、元ビドールのドラムのセレブです。はい、よろしくお願いします。はい、先週は後半アザリエのかっこよさについて語って終わってしまったということでね、はい、ライブをたくさんしたということ で、ね、ちょっとまあ今週もまあいろいろ懐かしい話をしながらもちょっと盛り上がっていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。お願いします。まあね、ツアーの話をしたりとか、まあいろいろマティーナの頃はまあ20歳だったとか、なんかそんな話をしててね、先日誕生日だったみたいな話もしつつ、はい、今回はお互いが見た当時のバンドの印象なんかもいろいろ話聞いてみたいな。ちょっと前回できなかったんで、あんまりちょっとまず三影さんから見て、すごいテンションが、はい、あ、そうですね。すごい。でも俺、タグマさんディストレの時に初めて見たんですけど、はい、なんかね、これが売れてるバンドの人かみたいな、なんか、まあ、今もかっこいいですけど、当時から垢抜けてたんですよね。なんか売れてる人のオーラがあって、なんかね、髪型とかも髪色とかも超おしゃれで、なんかちょっと白っぽい紫っぽい色でディストレ。紫、ああ、紫っぽかった。そうなんですよ、ね、それがすごいかっこよくて、でしかも背も高くて長身でなんかスラッとしててドラムもうまいみたいな、だからそういうのはなんかね、全部揃ってる人なかなかいなかったんですよ。まあ別に特定の誰かをディスるわけじゃないですけど、当時ってやっぱドラムというとまあがたいが良くてちょっとまあおちゃらけキャラでみたいなところがなんかこうイメージを覆すよ、ね、シュッとしててかっこいいな。かっこよかったです、本当に。全然なんかもうボーカリストにも存在感が負けないぐらいのポジションで、人気もありましたしね、やっぱ謙遜を、はい、で、はい、まあリストの後で、一緒にやってたね、デキュールの一緒にやってベースの方が後に一緒にやって、そのまた始めたらどう。そうなんですよ、だから僕テロ君とは時期が被らないんでどう考えても被らないんで、別の、はい、後に始めたバンドの、そうです。だからその時は、まあエゼキュール解散して、まあビドル始めたんですか。その後に対バンする時って多分あんまなかったんですよね。なかった。あとないし、結構だいぶ後だと思いますよ。あの多分私が見たとしたら、うん、バビロンやっててビドルやってて、ああ、そういうので、高田馬場エリア的ななんか、うん、でシェリートリプリアライズ。ああ、そう。ああ。あのマットティーパーティーです、ね、ああ、はい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 、高田のパーティー、ね、スタイリッシュウェーブでね、はい、あったんですよ。バビロンのボーカル、前も言いましたけど、ああバビロンのボーカリストタクマさんって言うんですよ。はい、なんか俺がタクマさんって言ったらこう2人対バンした時呼んだっつって呼んだっつって、あ、そうだそうだどっちもタクマさんやと思って。そうですね。そう、後にまたタクマになったんですもんね。そうですね。そうです。うん、あのタクマになって、シオになって、またタクマに戻ってきて、ね、はい、ローマ字になったり、あの漢字になったり、ひらがなになったり、まあ、いろいろ遍歴があって、まあ対バンをした時にはまたもう、そうですね、マティーナじゃなかったんですかね、ミドルを見たところは。三上さんが見たでもまあラメさんの中田さんの進化というか、はい、ラメさんの考え方もやっぱり斬新だったなと思いますし、なんかやっぱエゼキュールとは全然違う方向に持ってったし、うん、ね、あとタクマさんもすごいなと思って、僕はなんかコテコテ路線を行くもんだと思ってて、はいはい、シェリートリプリアライズだったらね、シンドロームの後がまさに、うん、あ、そうですね、あ、確かに確かに、俺もすごいなと、俺メンツ見た時最初デュールコーツもいる、アイオリアもいる、どんなのが審判定だった時に、ね、うん、びっくりしました。確かに、サリノさんってめっちゃかっこよかったですね。かっこいいですね。サリノさんって絵に描いたようなビジュアル見えてる、顔が綺麗なんですよ。めっちゃ顔かっこいい、綺麗なんですよ。サリノさんかっこいいですよね、本当に。そう、あの時そんな雑誌のモデルとかってあんまなかったと思うんですけど、はい、彼なんかそんなんもやってて、うんうん、うわ
おしゃれやなおしゃれおしゃれかっこがかっこがね、うわ育ちが違うって思いましたね。東京の人ってこんな感じなんだそうやな、それもそうですね、ちゃうわな俺はちゃうわそんなお互いにそうなんですね。じゃあ続いて、たくまさんから見た三影さんやちょっとテロさんの印象が、ね、三影氏はね、器用やなっていうのを結構思ってましたね。そのドラムのスタイルが、確かにいろんな、まあ、コテもやったり、そのタンビナのもやったり、なんかスタイリッシュのもやったりとか、いろいろされてますよね。なんかね、結構いろんなドラム主体でなんかバンドのカラーを決めるのって難しくないですか。結局ボーカルが誰かによって、なんかもう割とボーカル好きなボーカルがいて、なんかその人をとやりたいっていう強かったので、ボーカルのスタイルに合わせてですよね、最終的に。確かにね、なんかそのマティーナの時に見てた三影氏と、あのちょっとブランクあるじゃないですか、あの久々に会ったね、お久しぶりってなった時の三影氏のスタイルがまた全然違ってて、なんかすでに進化してんねんなこの人っていうのはすごい思って、あの全部知ってるわけじゃないけど、引き出しがもう全然、あの時見てた引き出しと全然違う引き出しをたくさん持ってる人やなと思って、ね、ずっとあのスタイルも全然違いますもんね。気づいたらトリプルギターでやってた時もありましたからね。まああれはちょっとやめて今それ言います、当時のファンを目の前にしてそれをそういう意味じゃなくて、なんかこうあのなんて言うんですかね、難しいです。なんかね、ギター3本で難しいんですよ、まあ、なかなかないですよね、ギター3本難しい、ギター3本アンサンブルが難しすぎたというか、そうですね、単純にかっこよかったのは、まあ、挑戦的だったなと思いますけど、そうですね、あの時のエリナさんもいたりね、難しいな、ほんまやエリナさんいましたよ、エリナさんもチェルシーチェルシー違うな、サリーサリー、あーサリ ー, あ ー, サ, リ ー, あーサリーとかいましたね、いましたね、懐かしいですね、王者さん懐かしいのか、確かに出てきますね、なんかいろいろな、さあ続いてじゃあテロさん、テロちゃんは俺のでも印象というか、でもシンドロームの時は多分対バンしてるわけじゃないし、そっかシェリートリップの時に、ね、多分対バンそうか、そう考えたらあれやね、レーベル違ってるねマティーナじゃ、もうそもそもマティーナじゃなくなってるってことね、うん、あの浅木さんと一緒でユニットの時、とかはタイプの対バンしてたけど、ユニットの時胡蝶ですね、胡蝶、胡蝶でビドールっていうのもあ、そうそう、タイプあった、それ、うわ、うわ、ね、多分ね、同じレーベルにたぶん1年ぐらい、そうですね、テロちゃんってさ、最初マティーナ入るシンドロームのドラムやるってことさ、あそう、時期的に1から2期に、そうな、そう変わるときにちょうどなんかその解散みたいな、まあその名前は言えなかったんだけど、まあバンドやろうぜっていうね、まあその雑誌に、まあ、全国ツアーでまあ一応その解散するんでっていうのを見て、まあちょっと応募したときに、でなんかその応募した人に、まあ、連絡を取ってた時に、何月何日に北海道で、まあ、ライブがあるから見に来てくれと一度で行った時に、まあ、北海道支部の、アルアイエのアリストちゃんとかのメンバーとか、その時はミスト・オブ・ルージュ、エゼキュエルとシンドロームが出た時に、確か、まあ、札幌の、まあ、グルまあ、ないけど、グルグル。で、そこの、出演者の、確かね、CD を結構買ったときに、コメント CD をもらったの。で、コメント CD をもらったときに、あれこの人と、まあ、俺、そう、わかんないから、誰と連絡してるか。で、それで、話したら、あ、大阪弁だし、あれ、でも、この声、すごい似てるなと思ってたのが、まあ、その後、まあ、わかったけど、その時、キサキさんの声だったんですよ。で、ちょうどその時に、あの4月26日かな、あれは10年かな、2010年かな、あ、じゃあ2001年か、2001年の時にバナナホールで、バナナホールで、重大発表みたいな、
のがあって、うん、あこれはなんか脱退するんだなと思って、確かその時に俺蘇生を買ったの、蘇生を。それをね買って俺ずっとコピーしてた。多分これに入るんだ。シンドロムの誰かが脱退するぞと、でドラムが脱退すると思ってた。脱退するドラムじゃありません、ね、練習してたと。で練習しててで、まあ、いろいろあった結果、初めてその人と、その電話のやり取りした人と会った時に、パーって来て、降りてきて、ガシャって来たら、え、誰いやいや、ほら、この前ほら、あの見た、見たショーライブとか言って、その時に話し始めたのがラメさん。なるほど。ラメさん。そう。で、その時に、あの最後のツアーがあるって言って、その時、裏アナルシスかな。に時にエゼキュール見たんですよ。その時三掛さんが叩いてた。そのも見てるんですね。見てる、見てる。流れでなんか実はテロさんから見た三掛さんの話も実は出てくるんですよ。そうそう。そうで、で1曲目からあのスネアのスナッピーが外れていたというっていうのを金もなかった。え、だって音スカスカじゃないですか。スカスカや、ね、スカスカし、だって抜けて叩いててもずっと、そう、抜けて叩いて、まあ、スカスカだったそんなこと言わないで、小声で今聞こえるから、デモテープ聞いたら分かるけど割とスカスカスカあんなもんだよ。しかもその時に、はい、あのなんかモノマネとかやってたんですよね。なんかあの ラメさんがなんかモノマネやってたり、もう解散が決まっててね、自暴自棄になってた。世界観とかも全部無視しててなんかね、そうなんですよ。あ、事故ったんですよ、エゼキュエル。あ、いたましょう。東名高速で6名間の帰りに静岡県磐田市あたりで12トントラックに追突されて、でなんか生死をさまよう大事故に遭ってしまって、でそこからね、なんかね、人生観ごと変わっちゃったんですよ。なんかバンドとかじゃなくて、なんかこうみんなの生き方がみたいな、生きてるのは何かみたいな、なんかテーマが、はい、なんかダイエットビデオとかも出し始めましたからね。なんか、あーでもそうですね、なんか熱血ビデオみたいな、なんかそう、そこからネタに走るようになって、俺福袋マティーナの買ったらなんかそれついてきて、どうせみたいな。だってあんだけの、だからその大事故の後になんかね、マティーナの雑誌かなんかもね、なんか載ってましたもんね、事故の、事故当時の写真とか。あ、あとちょっとお知らせでなんか事故で、あの追加でなんか載ってたりとか、フルズメイトとかで、あのお知らせコーナーの脇のところでエゼキュエルが事故にありましたみたいなのを俺知って、まだネットなかったから、えっと思って俺びっくり。なんかしかも雑誌だから投稿直前だったから、なんか追加的な感じでなんか載ってたのを覚えてますね。あれ結構すごかった、ね、すごい、いやいや結構すごかった、ね、怖かったでしょ。もうめっちゃやばかったです。車もなんかね、本当になんだろう、当時ね、なんだホーミーって、日産ホーミーっていうね、なんかキャラバンのまあちょっと乗用車タイプみたいなやつ乗ってましたけど、まあね、本当に短くあれ、SMX みたいな半分ぐらいで、俺なんかでもそれで思ったのは、なんかまあ、まあ法律違反なんで基本やっちゃいけないんですけど、よく荷台に寝てるバンドマンとかいるじゃないですか、ツアー中しんどいからって、あれ絶対やめた方がいいと思いますよ。俺ね、今はいないっすよ、今はいないっすよ、さすがに。でドラムのスタンドが本当になんかね、割り箸折ったみたいな折れ方になって、もうやばい、本気でやばいと思って。鉄がね、本当にこんな折れ方するんだって折れ方してたんで。あれでも写真見たけど、よく誰も知らなかったですよね。そう、いや確かに本当にすごかったですね。なんか事故に遭いましたねだけで分かんなかったやつが、結果全員生きてた、うん、あ、そうなんですか。あれ奇跡だと思うんですよ。結構奇跡です。結構重症だって、僕ね、脳挫傷になってますよ、ね、マジで。なんで脳の前頭葉に、まだ死んだままなんですよ。え、今当時から、当時から 20年ぐらいだなんかレントゲン撮ったね、影が映って、 CT 撮った影がまだ未だにあるんで。あ、今も脳って一回死んだら治らないらしいんですよ。元に戻らないらしくて、その死んだったの。そうそうそう、そんな衝撃的な感じだったけど。そうなんですよ、だからね、前頭葉と引き換えにね、できる。あ、すごい代償を得たんですね。代償がひどいよ、本当に。やだわ、やだわ。いや、でもその後にね、まあ、またこうバンドもやって、お店、ね、お店も、はい、そうですね、この新宿の歌舞伎町で、ね、いいつなぎですねやっぱ腕が違いますね。確かにお店もね、成功させ、ね、確かに10周年ですかね、お店もね、すごい、ぜひお越しください、はい、ね、そしてまた来週ということです。今週のミドリオはここまででございます。また来週。
Tokyo Borderless TV。